皆さんこんにちは。今年最後の YouTube の更新になるかと思います。そんな最後の YouTube はですね、以前ちょっとリクエストをお受けしたですねことにお答えするような形で、サーバーの設定方法について紹介していきたいと思います。サーバーの設定方法なんですけれども、大きく分けて、2通りあります。一つはですね、お手軽の設定方法にして、こちらのサーブモデルセレクターっていうものを使っていただいてですね、もともとプリセットされているサーブの設定をこちらを使ってボタンで簡単に切り替えていくものですね。こちらがお手軽の方法なんですけれども、今回紹介するのはちょっとマニアックな方を紹介していきたいと思います。こちらのですね ICS、USB アダプター HS ですね。こちらを使って、パソコンで細かく設定を、調整する際の、どこをいじったらどんな風にサーブが変わるかっていうですね、ことについてちょっと細かく説明していきたいと思います。ちょっとマニアックな内容になってくるかと思います。まずですね、用意していただくのは、このようなパソコンですね。うちの場合は Windows に対応してきて、ちょっと Mac には対応してないんで、Windows のパソコンが、必要になってくるんですけれども、こちらに、こちらの先ほどのですね、ICS-US アダプターをつないで、サーブを設定していく方法についてですね。でですね、まずソフトなんですけれども、KO-ICS サーブマネージャーっていうものが、をインストールする必要があるんですけれども、この辺のインストール方法についてはですね、KO プロポのホームページから見れるサポートブログというところで、詳しく紹介してますので、まずはそこをご覧になってですね、ソフトですね、マネージャーソフト、ICS サーボマネージャーというものを、パソコンにインストールしてください。そして、こちらの USB アダプターを、パソコンにつないで、サーボにつないで設定をしていくんですけれども、まずですね、ちょっとインストールを終えたところから今回説明していきたいと思うんですけれども、まずインストールして、サーボの ICS マネージャーをですね立ち上げるとですね、まずちょっとこの辺に今画面が出てきたかと思うんですけれども、このようなですね、画面が立ち上がります。でここにですね、ストレッチ1だとか、ストレッチ2、スピードパンチ、デッドバンド、ダンピングという項目がこうずらっと並んでくるかと思うんですけれども、これについて、今回は、何をいじるとどんな風に、サーボの動きが変わるかということを、説明していきたいと思います。まずはですね、一番上の項目ですね、ストレッチ1っていう項目があるかと思うんですけれども、こちらはですねサーボの保持力の調整になります。でストレッチ1と2が、上に順番に並んでいるんですけれども、まずストレッチ1の方ですね、ストレッチ1をいじると何が変わるかというと、サーボの保持力の初期の部分ですね、ステアリングのこの切り始めの、保持力の部分が、ストレッチ1となります。でこれはですね数字をどんどん大きくしていくと、保持力が上がっていきます。保持力が上がるとサーボから外部、サーボにですね、外部の負荷がかかった時に、サーボの逃げがなくなるんですね。なので、よりクイックに曲がってくるようになります。ということでですね、ストレッチ1の数字を上げると、サーボの初期反応が増すようなイメージになるかと思います。初期のですね、サーボにかかってくる、外部からの、負荷にかかって、ちょっと言い方難しいんで、あれなんですけれども、外部からかかってくる負荷に対してサーボが逃げなくなるんですね。なので、それの初期の部分というのがストレッチ1になります。今度ストレッチ2、これ何かっていうと、これがですね、全体の保持力ですね。全体の保持力なので、初期以外に奥の部分っていうのも、ストレッチ2をいじると変わっていきます。なので、ストレッチ2の数字を上げていくと、全体の保持力、前半から後半の部分全部ですね、ステアリングに切った後半の部分にかけても、保持力がこうどんどん上がっていくような感じになるので、全体的に逃げの少ないサーボになってきます。これがストレッチ2ですね。なので、初期だけちょっと落としたいよとか、逆に初期の反応だけちょっと上げたいよという時は、ストレッチ1をいじってあります。
逆にちょっと全体をの上下上げ下げで調整していきたいなという時は、ストレッチ2の数字をいじってあげます。まあ、基本的にですね、まあ、ここのストレッチ1と2が一番使う項目かなと思うんですね。で、まあ、自分なんかもサーボの開発で、まあ、デフォルト設定よく作ってるんですけども、まあ、ここのバランスが一番重要になってきます。ストレッチ1と2で、まあ、大体のサーボの、まあ、性格って言いますかね、決まってくるので、まあ、ストレッチ1、2で、まあ、調整してあげると、まあ、いいところ、すぐ見つけやすくなるんじゃないかなと思います。で、次にですね、そのストレッチ1、2の下にあるのが、スピードっていう項目ですね。スピードですね。スピードっていうのはもう本当に名前のまんまで、スピードが速くなったり遅くなったりします。ここで重要になってくるのがですね、まあ、これスピードって書いてあるんですけれども、この数字を上げ下げすると、スピードだけじゃなくてですね、まあ、トルクも変わってくるっていうところですね。まあ、これはなんでかっていうと、まあ、このスピードっていう項目は電流値で、上げ下げしてるんで、まあ、電流下がれば、まあ、スピードも落ちるんですけれども、まあ、トルクも落ちていきます。逆に上げればスピードも速くなるけど、トルクも上がってきます。なので、まあ、スピードって書いてあるけど、まあ、スピードとトルク両方が、全体的に上げ下げできる項目がこちらになります。まあ、基本的に数字が大きくなる方がスピードが速くなってトルクも上がります。逆にスピードを落としたいときは、数字を下げてあげると、スピードゆっくりになってトルクも下がります。で、ここでちょっと、まあ、思った方いると思うんですけど、じゃあスピード、トルクはそのまんまでスピードだけ調整できないのかなって思う方結構おられると思うんですけれども、その場合はですね、プロポ側の機能の、ステアリングスピードをいじってあげてください。プロポ側の機能でステアリングスピードを、遅くしてあげると、今度スピードは遅くなるんですけれども、トルクは下がりません。逆にそこを上げてあげると、まあ、トルクは上がらずにスピードだけ上がります。なのでですね、まあ、スピードだけ上げ下げしたい方は、プロポ側のですね、ステアリングスピードをいじってあげてください。逆にサーボ側でいじると、スピード側とトルクと両方が、上下しますので、まあ、全体的に、まあ、スピード上げ下げ、まあ、スピードとトルクを、両方ですね、上げ下げしたいときに、こちらのステアリングスピードっていうところですね、を、いじってあげると、いいかと思います。で、次にですね、その下に行きまして、今度パンチですね。パンチっていうのは、まあ、基本的に、プロポ側で言うと、ステアリングカーブをプラス側に振ったようなイメージですね。なので、パンチを上げてあげるとですね、最初の動き出しが、速くなります。なのでですね、まあ、何かきっかけを作りたいときですね、パンチをちょっと入れてあげると、まあ、最初の切り始めにサーボが行くって、結構動きが大きく動くようになるので、きっかけができて曲がりやすくなるかと思います。ただですね、ここ自分の、まあ、個人的おすすめなんですけれども、ここは自分はですね、ほぼゼロで合わせてます。まあ、なぜかっていうとですね、パンチっていうのは、まあ、ちょっとごまかしに近い部分があって、まあ、最初からここで調整してあげるとですね、まあちょっとサーボに癖が出てしまったりとか、まあ、あんまりいいことないんですね。まあ、これはちょっと自分が長年サーボの開発やってて、まあいじってて、まあ分かってきたことなんですけれども、まあ基本的にはパンチはゼロがいいかと思います。ここをいじるときはですね、もう本当に最終手段ですね。まあまあレース直前とかで、どうしても車が動かないとか、まあ、曲がらないですね。っていう時に、まあ、どうしてもなんかきっかけを作ってあげたいなっていう時に、まあ、それでもパンチ1か2ぐらいですね、ちょっとだけ入れてあげるっていう程度の使い方で良いかと思います。基本的には0が、個人的にもおすすめでございます。はい、でその次にですね、下に行きまして、今度はデッドバンドっていう項目があるかと思うんですけれども、これはですねサーボの、ニュートラル部の遊びですね。まあ、遊びを大きくするか小さくするかっていうことで、まあ、数字的にが小さい方が、まあ、遊びが少なくなります。なのでまあ、ステアリング切ったらもうすぐ反応するような感じ で逆に数字を大きくすると、まあ、遊びが大きくなるイメージですね。なので、まあ、ちょっとだけ切っても、まあ、
大げさに言うと反応しないっていう感じになるかと思うんですけれども、まあ、こちらもですね、個人的おすすめはゼロです。まあ、で、まあ、ちょっとビクビク反応しすぎてしまうよっていう時は、ストレッチ1を落として、まあ、逃がしてあげた方が、ちゃんと反応もしてくるし、運転も楽になるので、あまり遊びは作りすぎない方が良いかと思います。ただですね、まあ、どうしても、まあ、ここ入れる時っていうのは直進安定性ですね。直進安定性、まあ、っすぐ走るのがどうしても難しいよっていう方はですね、このデッドバンド、遊びをちょっと入れてあげると、直進安定性はやりやすくなるので、まっすぐ走るのは楽になります。なのでですね、こちらもですね、どうしても直進まっすぐ走れないよっていう時だけ、まあちょこっとだけ、まあこれも入れても1か2ぐらいですね、まあ入れてあげると良いかと思いますが、基本的には0がおすすめです。はい。で、あと最後にですね、あるのが一番下の項目ですね。最後にある項目のダンピングですね。こちらも、あまりいじらないことをお勧めします。まずダンピングって、まあ、何なのかっていうことなんですけど、こちらはですね、ブレーキなんですね。で、サーボが、まあ、こう動き始めてこう止まるときですね。止まるときのブレーキを、ダンピングと言ってます。で、ダンピングの数字をですね、小さくしてあげると、ブレーキが手前からかかります。まあ、ブレーキが手前からこうかかってこう止まるので、サーボの動き的にはですね、マイルドに動くような感じになります。で、逆に数字を大きくしてあげると、ブレーキがギリギリまでかからなくなるんですね。で、ギリギリになってこうパッて止まる感じですね。まあ、これが行き過ぎてしまうと、もう本当にちょっと止まるのを通り越してこう戻るような感じになるので、やりすぎると、すごいガノコリするサーボになってしまいます。でここもですね、サーボにすごい、やりすぎるとかなり癖が出てですね、やりづらくなってしまう部分なので、まあ、基本的にはあまりいじらないことをお勧めします。ただ、傾向としては数字、大きくしてあげた方が、まあ、ギリギリまでブレーキがかからないので、まあ、サーボの動き的には、まあ、曲がる方向になると思うんですね。逆に、まあ、数字小さくしてあげると、まあ、ちょっとマイルドな方向になるかと思います。まあ、ただ、まあ、ここはですね、まあ、出荷時に一番美味しい位置を設定して出しているので、まあ、あまりいじらない方がいいんですけれども、まあ、マニアックな方でですね、個人的にちょっともう本当に細かく調整したいなっていう方は、まあ、やってみるとですね、どんな動きになるかわかると思うので、まあ、面白い部分ではあるかと思います。それがダンピングですね。ダンピング、サーボのブレーキになります。まあ、以上の項目が、うちの ICS 設定でいじれる項目なんですけれども、まあ、最初の方にも言いましたけれども、基本的にではですね、いじって調整していただきたいのは、ストレッチの1と2ですね。保持力。初期の保持力と全体の保持力です。ここの1、2が、まあ、個人的にもですね、まあ、全日本前とか、サポートドライバーと一緒にテストしていじるのに、まあ、大体ここの2つの項目のみですね、いじって、まあ、大体コースの特性に最後合わせるんですけれども、まあ、ここの1、2で大体美味しいところは出ます。ここを微調整してあげるだけでですね、まあ、かなりコースの特性に合ったサーブを作れるかと思うので、まあ、基本的にはストレッチ1、2をですね、中心に、いじっていくことをお勧めしたいと思います。まあ、こんな感じで、ICS 設定、どこをいじると、まあ、何が変わるかっていう説明をしてきたんですけれども、まあ、年末年始ですね、結構ラジコンやられる方いるんじゃないかなと思います。まあ、時間ある方はですね、ちょっとこの辺いじってみると、まあ、多分想像以上にサボの動きが変わるんで、まあ、面白いんじゃないかなと思うので、時間がある方はですね、ぜひいろいろいじくり回してみてください。はい。で、これらの項目がですね、まあ、ここからちょっと宣伝になってしまうんですけれども、新製品の EX NEXT とですね、まあ、新しいグラスパー2ですね、まあ、要はシリアルサーボなんですけれども、シリアルサーボと、EX NEXT のテレメトリーを使うとですね、まあ、今まではこれパソコンでやってたんですけれども、
この辺りがですね、全部、プロポで、操縦台の上でできてしまうので、超楽ですね。まあ、個人的にもですね、これからの、まあ、大きいレースの中で、サーボの設定調整していくのすごい楽になるなと思ってます。まあ、もう今までパソコンを持って、コースの下でやってたのが、もう操縦台の上でできてしまうので、超楽ちんです。で、ちなみに、今説明した項目は、全部、こちらのテレメトリーで、操縦台の上からできてしまいます。プラスですね、周波数設定というものが今回、のプラスパー2からですね、加わります。まあ、こちらに関してはですね、この前ちょっと説明したんですけれども、まあ、これプラス周波数設定いじれるようになるとですね、まあ、かなりいろんなシチュエーションに対応できるかと思うので、こちらもぜひ、ご期待ください。はい、今回は、サーボの設定方法について紹介しました。それでは皆さん、メリークリスマス&良いお年を。